横見廃寺跡説明板付近横見廃寺、後横見廃寺跡の一横見廃寺跡は、広島県三原市本郷町下北方にある古代寺院、跡。国の史跡に指定されている。広島県東部、沼田川支流の梨和川が、沼田川に合流する地域の山麓に位置し、南側には旧山陽道が通る。横見の寺名は、横見寺があったという伝承への当て字とされる。 1971から1973年度に広島県教育委員会による発掘調査が実施されている。仮覧は西向きの得意なもので、全容は明らかでないが、行動等が検出されている。発掘調査の結果から、白宝起層圏の広島県内最古級の寺院とされ、奈良時代後半頃には廃絶したとみられる。周辺には梅木平古墳、 五年代古墳が所在し、横見廃寺跡と,と合わせて、紀内山王県と当地の豪族との交流が示唆されており、一説には寺を営んだ豪族は、沼田再帰部を干渉する再帰直に否定される。地域跡は1978年に国の史跡に指定されている。出土品地域は、東西約100メートル、南北80メートル前後で、築地米をもって区画する。 西向きのラン配置で、主要ランとして、地域東寄りに行動、西寄りに等の移行が認められる。移行の詳細は次の通り。地域からの出土品としては、瓦原のほ末期、はじき、近藤生殖金な片、うへ闘争林破片などがある。軒丸瓦には、丹弁連下分、人道から草分があり、機内からの影響が認められる。なお、テラートの仮想からは、 弥生時代終末期の多量の土器類が検出されている。ありがとうございます。